明石の樹木もくもく。こんにちは。あ、どうもこんにちは、はい、じゃあお名前をどうぞ。はい、シンガーソングライターの明石と申します。はい、というわけで今日は明石くん仕切りの番組でございまして、うん、はい、はい、どういう番組あるんでしょうか。はい、今日ですね、公園にやってまいりました。こうやって、はい、たくさんの私が好きな樹木がございますから、ね、はい、天気も良くて素晴らしいですね、はい、今日はですね、はい、樹木観察番組ということでですね、はい、ゲストを招いて、はい、みんなで樹木を観察して話題を広げようという番組でございます、はい、果たして番組になるのか不思議なところなんですけどならなかったらアップされないと思いますが、とりあえずまず面白く撮ってみましょう。はい、はいはい、じゃあ今日の参加者でございます。はい、はいはい、こんにちは、石井です。はい、はい、あなた樹木は好きなんですか。樹木好きですよ、はい、基本的に鳥が好きなので、はい、樹木はくっついてるもんなんでね、自然好きということで。鳥のおまけでついてる。おまけじゃない自然全体好きだから、ね、まあ、そういうくくりでね、はい、はい、頑張ります。はい、はいはい、演歌歌手の柴山隆弘です。はい、あなたは樹木は好きなんですか。まあ好きと言われれば好きぐらいな相変わらず冷めた感じで。いや、まあ、ほら嫌いではないですよね。やっぱほらそういう植物がないと人間生きていけないわけですから。うん、まあね、ね、うん、ほらそういいこと言うでしょ当たり前のことだけど。いや、当たり前が大事なんですよ。はい、まずこの際2人ではい、はい、観察するわけですね。そうですね、はいはいはい、でまずは移動しましょうか。そうですね、はい、じゃあとりあえずまず移動して一本一本樹木を見ていきたいと思います。はい、わかりました。はい、はいはい、じゃあですね、はい、今日まず、1本目の樹木です。はい、はい、この木なんですけども、どうでしょうか。はい、じゃん。はい、この木がまあまあ何の木かどうかっていうのはまあとりあえずお話の中で出てくるとしましてですね、はい、1本の木をですね、はい、みんなで観察をしていきます。まじまじと、どんな幹をしてるのかな、なんか気になることないかなってこう観察をしていくんですね、はい、その中で気になったことを、はい、じゃあ、1つこのボードに、キュッと書いていただきます。1つ、はい、一つ、はい、もっと多い方がいいですよね。いや、なんかせっかく観察するからいっぱい書くのかなと。3つじゃあ3つずつ書いてみましょう。はい、それでその、気がついたこと3つですね、はい、拾って我々ちょっとなんでじゃあこの観察した結果ね、はい、こういうことがなってるのかなっていうことをみんなでちょっと話し合ってみたいと思います。はい、わかりました。結構いろいろ僕も知らないこといっぱいあるので、これを機にみんなで話し合って、はい、確かめてみたいこといっぱいございますから、はいはい、まずはじゃあとりあえず観察する時間から、ね、はい、ちょっと撮ってみようかなと思います。はい、わかりました。はい、ではでは、観察スタートです。すごいですね、なんか NHK 教育みたいに淡々と進んでますねだからじゃあこちらで解説を。ちなみにですが、はい、これは何の木ですか。この木はですね、はい、ケヤキという木です。はいはい、ほとんどね、都市の公園とか、街路樹にはほぼ全ての公園にあるんじゃないかと言われるぐらいオーソドックスな、まあ、ケヤキは有名ですよね。有名ですよね。はい、ケヤキの特徴は、ケヤキの特徴はですね、はい、まあ、まあそれちょっとまたまた後のトークで出してみましょう。ただ、まあ、ケヤキがどうしてこんなにこう公園にたくさん植えられてるかというと、はい、やっぱりすごく適応力があるんですって、強い子なんですね。はい、子なんですね。はい、だから、まあ、どこに植えられてもこんなにすくすくですね、はい、育ってしまう。まあ、どこにってこともないですけども、日本にすごく合うんでしょうね。なるほどね。はい、これちなみに何年ぐらい経ってるんですかね。でもそうですね、直径どれぐらいでしょうか。直径結構立ってますよね。もう80、うん、それぐらい。1メーター弱。そうですね、うん、それぐらい、はい。まあ、具体的にどれぐらいのですね、はい、年数が経ってるかとちょっと僕もわからないんですよ。そうですね、っていうのは、まあ、ケヤキ自体がですね、うん、すごくは、まあ、成長が早い木になりますから、はいはい、これだけ太くても、うん、でもじゃあもう何百年も経ってるかというと、まあ、そういうわけでもないですから、うん、まあ、でもせいぜい100年はいかない。なるほど、うん、80年、70年、はい、それぐらいなるほどかなって予測しますけどね。はい、はい、はい、いかがでしょうか。はい、上川さんはちなみに何かその樹木好きみたいなところあるんですか。はい、うん、僕はごく普通な感じの人なんでごく普通な感じ。あ、樹木あるなーってぐらいな感じですよ。でもなんかテクテク、やっぱテクテク TV って始めたからにはこうやっぱ緑道歩こうって言ったからにはなんか樹木的な何かこの緑に関心があったと、うん、まあ、僕一般的な感じの人の同じように自然は好きだと思いますよ。ああ、なるほどなるほど。でも樹木がガーって感じは特にないですそうですか。はい、まあまあ、この番組ではですね、はい、まあ、当然一般的に樹木が好きだって人はもちろん
ちろんなんですけども、はい、まあ、よりちょっとぐっと踏み込んで樹木に近づくとですね、より樹木の良さが分かるということで、はい、ピックアップしてみたいと思いますので。これ見たら樹木好きになるんですかね。なるように、そういう目的で作ってます、この番組は。なるほど、はい、わかりました、はい、そういう人にしてはちょっと人選ミスったかもしれないですけど、あの人だと。いいんです。いかにもこうなんかね、すごい貶めるんです。でもほら、樹木好き、でも樹木好きって言われたらなんかちょっとこう、なんか上川さんみたいに、はい、まあ、普通に自然は好きだけど、樹木にそんなもうすごい執着があるとかってことはないですよ。ごく一般的な、そう、一般的な感じで好きか嫌いかって言われたら人間にとって必要なもんだと思う。そうね、自分もともとでも観察したりするのはね、すごい好きなんですよ。なんかそっぽいですね。一番好きなのは人間観察なんですけど。あ、そうですね。はい、ウドウムドウ。あれでしょ、社会が外れてる人間をクスクスと笑ってるのかですね。いや、笑ってるわけじゃないですけどね。よく電車とかタチ悪いですよね。テクテク来ても、はい、最近変な人来てないんですか聞いてくるんですよ。変なキャラクターのやつ来てるじゃないですか。だってほら、それをね、観察するの好きだと思うんですよ。多分好きですね。実は自分が一番変なくせにしてる。私から言えなかった。はい、だから、ね、そろそろじゃあ、観察も終わったかなと思います。はい、じゃあ、順番に見ていきましょうかね。はい、はい、ではですね、はい、観察した結果、書いてもらいましたので、はい、一個一個見てみましょうか。はい、はい、じゃあ、はい、柴山さんはまず一つ目、はい、どうぞ。根元がボコボコ、はい、ほうほうほうっていう、ほう順番にいきます。そうですね、はい、まあ、あと苔がやっぱりの、まあ、下の方に行けば行くほどやっぱりこう入って、結構まあ上の方まで生えてるんですけど、はい、やっぱりこう下の方にこう来れば来るほどなんていうかいっぱいで、どんな苔が生えてるのかとか、なんかちょっと苔も気になったんですけど、はいはい、あとこの横線っていうのは、はい、結構こう上の方行ってくると、はい、なんか木のこう木の幹にこう横の線みたいなのが入ってるじゃないですか。あの線は何でできるのかなとかっていうことがちょっと僕なりに気になったことだったんですけど。なるほど、なるほど。はい、解説しますか。まあ、解説と言いますか、まあ、一緒に考えてみましょう。はい、このボコボコはそもそも何なのか。これどうですかね、石井ちゃん。何かこのこれ何だろうね。ケヤキってコルク化するのかし。なんかこう昔のアニメみたいにこれでこうバーンってこうなんか修行の憲法の修行の後鳥山明的に修行の後セイントセイヤっぽい一気兄さんみたいな、なんだろう、なんかの表紙でこう表皮がポロッとほら取れそうな感じ、うんうん、なるほど、なるほど。で模様ができる、模様のように見える、うん、じゃないのかな。そうですね、ほらそこのさところとか、あら、こういうことですよね、うん、そうそうそう、こういうふうにこう樹皮がこうね剥がれて、確かに今同じような模様がここにできてますよね。知ってるの、まあ、正解と言いますかですね、はい、まあ、そもそもその、まあ、木ってそもそもこう大きくなっていくわけですよね、うん、そうすると、大きくなっていくということは、うん、どん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 面積が広がっていくということですよね、うん、そうすると当然外側の皮っていうのは、はい、当然ほら あっちの方は幹が細いわけで枝が細いんですよね、うん、あれが成長していくとここまで大きくなるわけですよ、はいはいはい、やっぱ外側はどん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 パリパリ割れていきますよね、当然のごとく、うん、割れていって最終的にはこんな風にどん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 剥がれていくんですけども、この剥がれ方っていうのが木によってだいぶ違うわけなんですよね、はいはい、で欅はこの独特 のこんな風になんかよくわかんないけどパズルのピースみたいに樹皮が剥がれていくっていうことになるんですけども、はいはい、それでこういう風に剥がれた結果ボコボコになったっていうことですね、まあ、そういうことなんですね、でこの欅の特徴ってことですかね、こういう。だからそうですね、この剥がれ方をするっていうのは確かに欅の特徴だと思うんですね。うーん、で、木の成長点っていうのがありまして、はい、2つ成長点があるんですね、木っていうのは、はい、で1つは枝先のこの葉っぱ、うん、本当枝先の芽があるところですね、はいはい、そこからどんどんこう横や上に伸びていく成長点と、この幹がこうぐーっと大きくなっていく成長点がこのいわゆるこの樹皮のちょうど裏側にあるんですよ、はい、うん、ちょうどこう、丸い幹があったら、この芯が成長点じゃないんですね。へー、あ、そうなんですか。そうなんです。成長点はこの皮の、この裏側、この辺りがどん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 ぐっと大きくなっていくんですね、うんうん、じゃあ真ん中っていうのはもうずっと変わらず、ずっと同じ真ん中がそこにあり続ける、まあ、そういうことですね、まあ、そういうことですね。ただ当然大きくなっていけばいくほど同じ真ん中にはどん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 、まあ、水分も通らなくなっていって、まあ、木質化、芯になって硬くなっていくわけですね。ということで、まあ、成長点のところにはですね、すごく栄養がございます、はい、つまりここに栄養が入ってここが成長するわけですから、はい、ここに一番木の栄養が入ってます、はい、でここを、狙ってですね、まあ、いろんな虫や、生物が入り込む、はい、で木がボロボロになっていてこう樹皮が剥がれるっていうのは、まあ、
なんていうか僕的に見たらなんかこうわざわざですね他の虫をですねこういう隙間にこう住まわしてる節があるんですよね。虫がその、まあ、集まってこういうところに隠れて自分の家にしてたりするわけですよね、うん、でわざわざ住処を提供してるわけなんですよね、うんうんうん、だから、まあ、そういう意味合いであのじゃあどうしてわざわざこう、まあ、住処にしてるのかっていうのはまた深い話があるんですけども、うん、とりあえずあのこういう、樹皮っていうのはボロボロになっていく、うん、でボロボロになっていくところにどんどん他の生物がちゃんと住めるような大きなマンションみたいになっていくんだということで考えていただけたらと思います、はい、苔ですかね。そうですね、苔ですね。次苔って、でも僕は苔あんまり詳しくないもんね。あの欅のさっき出てきたこの欅ってじゃあどうやって見分けるのっていうところをちょっと見てみたいんですけど、はい、あの何かこう引いて取れますかね。こう欅を、はい、欅の樹形って言って全体の形を、はいはい、では取っておきます後で。あ、はい、まあほうき型になってるんですよ、はい、こういうほうき型、はい、であの欅の特徴というか全ての樹木の特徴なんですけども、うん、葉っぱで雨を受けますよね、はい、雨を受けてこの雨がちゃんと、幹を伝って最終的に自分の幹にちゃんとこう集合していくようにできてるんですよ、うんうん、だからここの枝いろんな葉っぱで受けた水が全部ここに最後に集合してくるんですよ、うん、あ、はい、で自分の根元にこう染み込んでいくという、うん、まあ仕組みになってるわけなんですけど、じゃあもうついにこう水分が雨が降れば、ね、もう幹が水分に一番水分がこう寄ってくる部分っていうところで確かにここが一番苔が多いっていうのはなるほどなとは思うんですね。横線でこれはね僕もちょっと謎なんですよね。このはいはい、じゃあ石井ちゃんのはい、はいはい、じゃあ上からどうぞ説明してください。まあさっきおっしゃってましたけどこう、うん、下はスッとまっすぐで上がバーッと広がって、はい、ね、で目がある、はい、目がある、そうそう、あそこにね目を発見したの。あ、目？あの枝の割れたようになってるっていうのは千葉山さんのやつとはちょっと逆で、ほうほう、こう例えばそこまっすぐにこうパキッと裂けたみたいになってるでしょ？うん、本当だ。あれはどういうことか。あ、なるほどね。でまあ一緒だね、苔が気になったのと、うん、あと葉っぱがいっぱいだなっていうのかな。葉っぱがいっぱいですね、うん、っていうところです。はい、はいはい、じゃあ教えて先生。はい、あのみんなで考える番組でもいいですから。はい、じゃあですね、はい、あの石井ちゃんが出してくれた方ですね、はい、まずあの一つ目、幹がまっすぐで枝がほうきみたいに広がってるさっき出てきた辺ですね、欅の特徴です。で次の、目がある、ちょっとこれに注目してみましょうか。はい、はい、じゃあ目はどこにあるのかなってちょっと見てみましょう。はい、こちらなんですね、はい、目があるということで、はい、あの目なんですけども、はい、目はこういう風に見える目がある。はい、うん、あの目の、うん、ちょっと上の方を見ていただけますね。はい、そうすると、うん、こう切りたてのあの人工的に切られた枝、ね、そうそう、切った後のですね、うん、ありますよね、うん、あのそれで、これ分かりやすいんですけど、その上にもう一個切りたてのがあると、うんうん、であの一番上の切りたてが一番新しい切り口ですよ、なるんですね、切ったばかりですよ。であれが時間が経つとその下みたいになるんですね、うんうん、あれ下がちょっと上とどう違うかというと、うん、ちょっとこう盛り上がってますでしょ、この周りが、あれは何かというと、つまり、かさぶたみたいなものです。ああの木がですね、やっぱりこの切ったまんま あの肌をさらしておくと、そこからバイ菌が入ってくるんですよ。あ、はいはいはい、でそれを防ぐためにどん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 周りをコーティングし始めます。で、あれよりさらにですね、あの枝自体がもうちょっとグッと太くなって、最後にあの切り口を全部覆ってしまうと、あの目みたいになるんですよ。だんだんじゃあもう下がってくるわけ。そういうことですね。なんで、まあ、木の特徴としてはですね、まあ、人間のかさぶたみたいにこう傷を覆って、そこからそのままかさぶたが剥がれてしまうというよりは、傷を覆ったまま、自分自身が大きくなっているんですよ。取り込んじゃうの、傷を取り込んじゃうの、うん、どれだっけ、これか、うん、はい、じゃあ割れたようなところ、樹皮が割れたようなところっていうのですね、うん、はい、はい、実際上の方にですね、確かに縦にね、そう、裂けたみたいな跡がある、うん、あれが何でしょうね、成長する過程でああやってなってくるとか、そういうことですよね、幹の裂け方があそこだけああなっちゃったってことなんですよね。あ、うん、でどうしてああなっちゃったのか、それは本当に確実、あのそうです、あの基本的に確実というよりは、もうそれ以外に
いや実は違う説があってみたいな話はない？ないでしょ一応なんか流れ的にこう NHK 教育的な感じになってるからさ間違った情報を流すとまた怒られるみたいな あの樹木専門家の人がまた見てさ、正しいと思われた情報だって間違ってることってあるわけ。おっしゃる通りで、うん、あの樹木の勉強した時に一番思ったのは、うん、あの樹木の本にいろいろ説が書いてあるんですよね、うん、でも全部そう思われるしか書いてないんですよ、うん、そうそう、だからあとほらいい国作ろう鎌倉幕府も今いい国じゃなくなったんですよ。そうなの？なんかね、1185年でしたっけ、うん、になった方がなんかあの今有力な説みたいになって、いい箱を作ろうか鎌倉幕府と覚えさせられるとか、いい国ってあの完璧な語呂合わせが今はもうね、あの使われてないという。なるほど、ね、のその縦に裂けてるところをちょっとこう、千葉山さん見ていただきたいんですけども、はい、あの裂けてるところを観察していくとほら苔が生えてます。ああそうですね、避けてるとこ、うん、そうですね、はい、あそこがちょっと僕はヒントだなと思ってて、うん、あのまあ、避けてることの理由ではないんですけども、そもそもこの、どうして欅だけ苔がついてるのかっていうのは、うん、あれを見るとあなるほどとちょっと思ったわけなんですよ。これはどうでしょう、道になってるってこと、雨水にというよりもですね、さっき の, その、枝を切った時の話と関連するんですけども、うん、こう成長して、幹が割れますね、うん、で割れたところに苔が生える、うん、つまりあの部分が何らか他の生物のこう攻撃に遭うわけですよ、うんうん、つまり弱い、弱くなってるところ、つまり苔もまたやっぱりこう、まあ、木に対して何らかこう寄生したり攻撃したり栄養を吸い取ったり何らかちょっとこうそういう存在なわけなんですね、木を弱らせる弱らせる原因の存在なんですよね。やっぱりあの部分が弱いからあそこに苔が生えている。で、欅もこのあの弱いから苔が生えているっていうのはおそらくすごくあの他の木と比べてすごくお年寄りなんだと思います。あこの木自体がもう結構何年も、うん、あんまり若くなくってもあの特にこの、外面的なところはですねあのすごくあのもう弱ってきているので、まあ、苔が生えてきた時もそれをこう跳ね返すことが、まあ、できなくなってきているというところで、はい、おそらくこの欅が毛が生えている理由としてはそういうところかなって思いましたね。え、あ、じゃあちょっと観察してみて、はい、どうでしたか？いや、なんかもう欅だけでこんなに濃密な時間が過ごせるとは、はい、ありがとうございました。はい、欅でした。ありがとうございました。はい、はい、ではやってまいりました。はい、2本目ですね。はい、はい、今回はですね、じゃあ2本目選んだのはこの木です。はい、どうぞどうぞ。何の木でしょうかね、これは。何の木ですか？言っていいの？いいですよ。桜。はい、そうですね。あの桜の木です。あの、はい、もう、花散ってしまいましてね、花木に来れると良かったですね。はい、葉桜ですけども、はい、この桜の木についてちょっと観察して。硬いな、あなた。やっぱりあれじゃないですか。樹木好きとしては桜が花が咲いてる時よりもこの花が出てる時こそ。その樹木らしさをこう発揮してる時なんじゃないですか。まあ、だってね、桜さん花見するのは誰でもするから ね、うん、そういうことですね。おっしゃる通りでございます。はい、みんなが注目しないこの時期にあえてこの桜に注目をすると、はいはいはい、そういうことですね。はい、じゃあまず観察してみましょう。さっきと同じように、じゃあお二人にはボードに、書いていただきながら、はいはい、まず観察タイムを取りたいと思います。はい、はい、ではよーいスタート。はい、これでは桜の特徴を。特徴、はい、特徴と言いますか、もしくは桜に対する愛情でもいいですか。神谷さん、花見行かれました？花見は、まあ、ここに来てよく来てるのでね。あ、そうなんですね。うん、もう日本人はなんで花見に行きたがるんですかね。花見好きですよね。うん、はい、もう桜が咲いては飲みに行こう的な、うんうん、な感じは好きですよね。はい、うん、だってさっきも あなたこの歩いてる最中に、はい、あれはいいじゃないか、あの感じがいいじゃないかって来たじゃないですか、この実際に、うん、まず今回何を気に入ったかですよ、まず。あ、そうですね、今回ポイントはですね、はい、やっぱり古木、はい、古い木であるってことですね。はい、もう僕樹齢何年かこれ分かりませんけども、はい、相当古いですよね、この木は。そうですね、はい、まあ、結構、うん、だから直径はマジで1メーター以上ありますよね。ありますもんね。2メーターぐらいあるからかな、うんうん、やっぱり樹木ってやっぱりこう古ければ古いほど大きくなるし、うん、はい、姿も魅力的になっていくっていうのが、はい、やっぱり一番素敵なところだなと思って、うんうん、桜なんかはやっぱりこう古ければ古いほどこうやっぱりゴツゴツグネグネしますね、しますからね、はい、そういうところでやっぱりすごく魅力的だなっていうのは思いますね。なるほど、はい、どうですか皆さん、どうでしょうか。いいですか。はい、はい、ではまた、はい、ではですね、観察を終えていただきましたので、はい、じゃあまず同じように千葉山さんから。はい、千葉山です。はい、どうぞ。はい、まずですね、木全体がこうボコボコ、さっきもボコボコから始まりましたけど、さっきは表面的な、ね、表面の問題だったんですけど、今回は
なんかもう木全体がなんかもうボコボコボコ、うん、特に根元の太いところなんかはなんかもうボコボコいろんなところがなんかコブみたいになったりとかしてボコボコなのと、はい、あとちょっとこの木に関してなんかこうすごいこう木くずがこういっぱい出てきてるなっていうと、あと根元にですねこうピョコピョコ若い新芽というか若い木がちょっとずつなんか生えてるっていうか、その辺がちょっと観察して気になったところです。なるほど、はい、同じだった。あ、じゃあ一緒に見てみましょうか、うん、はい、ねじれたようにゴツゴツ、うん、ゴツゴツしている木の周りから新芽がたくさん出ている。はい、ということですね、はい、一緒でしたね。一緒ですね。あの順々にちょっと見てみましょうか、はい、全体がボコボコしているっていうのは確かにこの桜の、まあ、大きな特徴でもあるんですけども、はい、この木は本当にボコボコしてますよね、うん、そうですね、うん、すごいね。これがどうしてボコボコしてるのかってことをどうですか、平山さん、何か。いや、まあ、とりあえず古いからっていうのが方法あるんですかね、その老木だからっていう、ありますよね。古いとじゃあどうしてボコボコしてくるんでしょうか。なんでですかね。なんかやっぱりこういろんなところがこうちょっとどうなんだろう、こう伸びたりなんだりこう長い過程でしていく中でボコボコになっちゃったのかな。あ、このこっちへ伸びようと思ったけど伸びれなくてみたいなことですかね。いいから教えろよってことですね。でもなんかそれを考えれば楽しいんですよね。そういうことですね。まあ、一般的なお話で言いますと、はい、あのまあ、桜の木が非常にこう、病気に弱い種であるっていうことが一般的に言われてまして、あのだからほら、あのよく言うとこの桜の枝を折っちゃいけないっていうのありますでしょ。 はい、あれっていうのは桜の枝を折って、普通だったら造園屋さんがやっぱり折ったところに、となんかその腐らないように防腐剤を塗るんですよ。はいはい、そうするとそこからばい菌が入らなくて済むからなんですけども、はい、そういう処理をしないままで掘っておくとそこからなんかばい菌が入ってどんどん桜が弱ってしまうっていうことがあ、あれはなんか人道的に普通にこう折ったりするのはよくないよっていうんじゃなくて、桜の木が、まあ そうですね、そもそも弱いから折っちゃダメだよっていう、あ、折ると思いがけない病気になっちゃうよっていう話なんですね。あ、じゃあワシントンもやっぱり怒られたのは、折って怒られたのは、まあ、桜の木が弱いから直してダメじゃないかっていうそういう樹木視点の怒りだったんです。あの父親お父さんは何を折ったのか分かりませんけどお父さんがそこまで感じ返ったか分かりませんけどね。まあそういう話なんですよね、うん、じゃあ、続いていきましょうか。僕気になってるのはこの木くず、はい、なんかこうやっぱり、まあ、古いからね、っていうのと関係あると思うんですけど、うんうん、そういうところからなんか木くずが根元の方とかも、ね、これでもちょっとこれ虫入ってんじゃない。虫が、うん、なんか虫がアリンコとかなんか、あ、でもアリは木食べない。あ、でも巣作ってるのかな。そうなんですよ、虫が結構木の中に巣を作るってあるんですよね。これは虫ですか。おそらく何かされた虫が。動物ですか。いや、虫ですね。動物ではない。動物ではないですね。あの、あんなに細かい木くずを、うん、まあ、確かに例えばこう何かコゲラか何かがいて、そういうのはいないの。あ、確かにいるかもしれないんですけど。でしょ。動物か。でもリスは、リスはこんなことしない。こんなことしないでしょうね。でもコゲラもこんなに木くずを出して穴が開くことないと。ここたまにリス見るんだけど。あ、本当ですか。そう、成果したやつ。へえ、すごい見てみたいですね、それは。でもこの虫が入ってきて、どん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 虫の食料になっていくし。アリンコっぽいですね。この辺になんかアリがいっぱいいるの。アリが巣を作っているんですかね。ちょっとこの原因がですね、うん、あのアリなのか、はたまた何かもっと何かこうキクイムシ的なこうね、イモムシみたいな、うん、そういうものがまあ、いるのかちょっとわからないんですけども、はい、そういうことをちょっともし、はい、ご存知の方がいればぜひ書き込みを、はい、虫博士わからないけども、はい、じゃあ新芽、はい、じゃあ新芽の方参りましょうか、はい、幹の周りから、新芽がたくさん出ている、はい、これさっきそうですね、この石井ちゃんが何かその、何かご説明ありそうですけど、こんなとこあったら踏まれんじゃないの。そうですね、踏まれる、ね、踏まれますね、うん、これはいいの言っていいですよ、どうぞお話ししてください。これはヒコバエっていう種類のもので、ヒコバエ、ヒコバエ、ヒコバエはね、感じがある、ヒコバエ、さっきハエの話をしたのかと思ったら生えてるって意味です、ね、そうですね、どこにハエがいるんだろうなそうだ、ね、っていう現象で、ね、まあ、うん、はい、年寄りの木なの で、うん、で食べられてるし、うん、かなり弱ってるのね、この木は、うん、はいはい、で、あの多分この辺通り道ででしょきっと、はい、だから養分も土が固まっちゃってるから取りづらくなってて、はいはいはい、あの新しい養分が欲しいがために銅から出したり周りから出したりするのね。だからもう余命いくばくもないかもぐらいの
現象なんで、樹木も結構あのピンチだと思って、新しい芽を本当に所定の場所につけるよりも早く、まず一刻も早く芽を出そうとしちゃうんですね。だからどうでもいいところからいきなりのっと芽が出てきて、あのたくさん生えてしまったりするっていうね。これは胴吹きって言うんだよ。そうですね、これは知ってるよ。胴吹きっていう、そうですね、はい、はい。これがこれこういうやつ、そうそうそう、つまり下から生えてるのが小映え、はい、それで、胴から出てるのが胴吹きっていうことですね。胴吹き、はい、芽吹くとかの吹くということですね。はい、あと特徴なんですけども、さっきの欅もそうですし、この桜もそうなんですけど、広葉樹って言って、広葉樹が落葉樹ですね。一年に一遍葉っぱを落とすような木っていうのは成長が早くて、萌芽更新ってことをするんですよ。萌芽更新っていうのが萌芽更新ですね。はい、こういうことができる、つまり、ですね、切り株になってもですね、芽を生やして成長を、切り株になってもこう芽を生やして成長するんですよ。よくあるよね、バサッと切られたところからピヨッと出てくるやつ。すごい生命力があるので、じゃあ切り株をこうひっくり返したりしないでこのまま置いとけば、またそこにそれが木になる。そういうことなんですよね。すごいね。すごいですね、はい、だからよく里山にあるのはこういう落葉樹を置いていて、この落葉樹がどん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 成長していって森を掘っておくと、クスノキとかですね、シイノキとかみたいな、いわゆる照葉樹っていうんですけども、ちょっとこう分厚い葉っぱのですね、後で出てくるかもしれないんですけども、分厚い葉っぱ の木が森を覆ってしまうと、逆にこの1年に一度葉を落とさない木っていうのは萌芽更新しないんですよ。これは落とさない、桜は落とさない。落とすよ、だから落とします よ、はい、そうなんですね。葉っぱを見てもらうとすごく薄いですよね、この、はいはい、これ、怒ってますね、落ちてるやつで、太陽の光はすごく透かすとね、透けるぐらい薄いですよね、これぐらい薄いので、つまり1年に1年しか持たないんですよ。1年で太陽の、そう、薄すぎて1年経ったら葉緑素全部使い果たしちゃって落ちてしまうっていう、でも簡単にたくさん作れるよっていう葉っぱを生やすってことです、はい、桜の老木からたくさんお勉強になりました。はい、はい、そもそもでは千葉山さんは誰なんだ、千葉山さんってどんな人そんなこと言ったらお前も誰だろうそうだはい、ということで千葉山さんのコーナーに参りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうすいません、なんかね、もう番組第1回ということで、はい、ありがとうございます。ちょっとなんかちょうどね、この企画が持ち上がった時に、はい、ちょっと心がなんか荒んでたんで、あと樹木でも見て癒されたいなと思って、ちょっと志願したんですけど、はい、ちょっと2回見て癒されました。あ、もうだいぶ楽しかったですね。あ、なんかもともと観察したりするのはすごい好きなんですよ。っぽいですよね、千葉山さんなんか。割とだから、そのなんかもちろん自分の知らなかったこととかを赤石さんがすごい詳しく、ね、はい、とんでもございません。ディシーちゃんも樹木好きなんだって千葉山さん、なんかその普段の活動をね、はい、宣伝してもらおうかなと思って。あ、そうですね、演歌歌手を、しておりまして、はい、演歌歌手、はい、テクテクテレビのいろんな番組にちょっと出させていただいてるんですけど、はい、最近はちょっとね、ペースが減りましたけど、そうね、それでございますか、はい、今このね、雪恋歌という、これ歌の方でちょっとかっこいいですよね、この頑張ってます。そう、このね、ジャケットのアートワークがね、もうすごいこう評判が良くて、すごいいいと思う。あんまり演歌っぽくないっていうか、これこのままジャケットなの？そうそう、これ、これちょっと、もっと正方形なんですけど、これが一応ジャケット、ロゴをですね、漫画家の大日向剛先生っていうね、ご存知ですか、ね、ちゃんと作詞して、そうそう、ロゴをね、書いてくれたの。テレビブロスの人です。テレビブロスで、テレビブロスのわけわからん漫画の人です。特殊能力アビルっていう、ちょっと楽しいギャグ漫画。いや、あれ、どんどん話がようわからないとこに行ってる。いや、ちょっと迷走してる、ね。迷走してるよね。と最近。はい、その大日向剛先生とたまたまこうちょっと、ね、仲良くさせていただいてるんで、ロゴを書いてくれたというね。で、僕ちょうど出しても1年ぐらいになるんですけど、ちょうど歌手デビュー10周年ということで、10周年で作ったっていうか、ちょうどたまたま10周年だったんですけど、で出せた歌で、僕のシングルの中で4枚目の作品ということで、はい、でかなりね、ちょっとなんというか、こっちに歌詞がね、こう載ったりとかもしてるんですけれども。どういう歌なんですか、これ。演歌というか、ちょっとこう、歌謡曲というか、なんていうんですかね、ちょっとこうドラマティックな展開の
こう曲のね感じとかが、はい、っていうのはですね、作詞作曲した人がこうミック宮川さんって言って、はあはあ、もともとこういう演歌的な作品とかを書く会人に提供するっていうのが初めてだったんですよ。僕に初めて、もともとその、40半ばぐらいの、50手前ぐらいの人なんですけど、もともと自分バンドマンで、その関西の方でこうラジオ DJ とかをてて、このミックさんはバンドマンなんですか？もともとは自分もバンドマンだったらしくて、はいはいはい、関西の方で結構その、なんか結構割と知る人ぞ知るカリスマ的な人気を持ったらしいんですけど、40を超えたら、そういう大人のこう歌謡曲みたいなものを作って人にこう提供したりとか、そういうのをやってみたいなと思ってたらしくて、たまたまそういう時に僕と出会って、でなんかいくつかこう渡された作品の中から、あ、これだったらちょっと僕歌いたいなと思って、たまたまそのリックさんがインターネットラジオみたいな番組を今やってて、それに出してもらった時に、ほらやっぱインターネットなんで、ね、著作権の関係とかいろいろややこしいじゃないですか、この CD のまま流したりっていうので、じゃあ僕がミックさんの作詞作曲した歌を番組の中で歌えば、それ問題ないんじゃないかみたいなことになって、ね、その、作詞した本人なんでね、作詞作曲した本人なんで、でそれでその最初そのラジオ1回出るための企画の中で、はい、その歌をちょっと練習して歌ったんですよ。そしたら結構これいいんじゃないかなっていう、そんなこう気持ちがこうムクムクと、はい、お樹木のように伸びてきまして、はい、成長して、ね、大きくなってね。でそれで、じゃあちょっと今度新曲を、はい、何年かぶり、4年ぶりぐらいで出さなきゃっていう時に、これを歌をちょっとじゃあやってみようっていうことでやらせてもらった歌なんですね。もっとじゃあバンドマンが書いた作詞作曲の映画っていうことですよね。そうですね。すごい聴いてみたくなりましたね、それだけで。もうぜひちょっと、ちなみに売れ行きはどうなんですか？売れ行きはちょっとなんとか頑張って1年ちょっと経って、あんまり思ったほど売れてないなっていう。でも2500ぐらいは出てるかな。若い人も、そうですね、ぜひ若い人にもちょっと聴いてもらいたい感じなんですけど、演歌なのかなと思ったんですけどね。そうですね、作曲を作ってる人たちが、それにやっぱり、要するに演歌って本当にこう出せば、なんかもう作ってる人もそういう割ともっと年配の人だったり、もっとこうなんていうか、演歌の表舞台でこう CD の制作とかの現場とかっていうのは、はい、ずっとなんか昔から変わらない、それこそレコード専属制時代のそういう名残を引きずった音楽だったりするんですよ。作家の大先生がいて、プロデューサー様がいて、レコード会社がなんかね、ちょっとやってるんだぞ的な、なんかそういう中でちょっと、僕は、ね、一応一人のこう歌手として、表現者として、自分のやりたいものをやらなきゃやっぱ意味がないなと思ってるんで、で今回そういうのをちょっといろいろ自分のやりたいようにこう意見をちょっと本当全面的に取り入れてもらいながら作れた作品ということで。そうするとちょっと普通の我々が知ってるような演歌とちょっと違ってくるんですか？中身はそうですね、聞いてもらって判断してもらうしかないかなと思うんですけど、ただ僕の中ではちょっとこう自分でもこういいんじゃないかなと思って作ったものなので、ぜひ若い人にも聞いていただきたいなというので、テクテクテレビでもね、何度か取材、上川さんに来ていただいて、撮ってもらってキレられたというね。なんでキレたんですか？なんか日曜日に呼ぶんじゃねえよみたいな態度が悪いから。そうですか。撮らしてあげてるじゃないですかって言うんだよ、番組を。ひどいでしょ、この人。そんなこと言いましたっけ？さすがです。もうそれぐらいじゃないといけないと思います。いや、ミュージシャンはそれぐらいじゃないといけない。上川さんには逆らわないように。態度悪いんですよ。いや、悪くない。今日のところは全く問題ないんですけど、いや、明石さんこれだから、だいぶ俺が説教したからです。いや、違いました。いや、多分明石さんのこと違う。そのね、そのライブハウスの時も、その俺にオファーを出してないのに、周りの人には取材来ますからって言うので、3日ぐらい前になってから、俺上川さんにライブ取材のお願いしてましたよねって言ったら、してないですよ。あ、それは別に、それはね、勘違い。それ態度の問題じゃなくて、単純に勘違いというか。それでもともと俺に日曜はあんまり、その原宿があるから、ストリート、ライブとか取材あんまりしないですよって言ってるのに、日曜日ライブで覚えてなかった。そうで、勝手に取材来るものだと思ってて、で3日ぐらい前になって、
って神田さん取材のお願いしてますよねって言ったらしてないですよ。それはちょっとね。だから僕は悪いんですけど、うん、その中でそのなんて言い方言い方だって広いよ。だって俺別にそんな行く気ないのに。そうだからもうすいません周りの人に言っちゃったんですけどまずいですよねとか、うん、じゃあまあ行きましょうかとか、うん、そういうノリなんです。いやいや言ったんですよ。そうそういやいやだった。だからもうすごいいやいやの中やってるから、うん、もう上川さんもなんか嫌な感じだったんですよ。そうあそうなんですね。それはだからあれでしょ、その日曜日にライブしといて勝手に お願いしたと思い込んでる方が悪いでしょ。まあ悪いんですよ。なるほどね。まあそうなんですよね。で普段の活動、まあ、最近の活動何か。あそうですね、今度ねちょっと先ですけど、まあ、夏にですねちょっとコンサートを地元で、はい、じゃじゃんとやらせていただくというものもありまして、これまあ、地元横浜の戸塚というところなんですけど、はい、ここでですね戸塚公会堂というね公会堂がありまして、そちらで松崎浩介さんという、まあ、同じ横浜出身 の、はい、歌手の人と、横浜二人会コンサートというのをちょっとやりますの で、はい、でこれ横浜二人会って何ですか。まあ、これ今ちょっと名前を適当に考えて付けたんですけど、そういう会があるんじゃなくて、二人とも横浜出身だから、まあ、そういう会を作ってこれからちょっとまあうまくいけばね、はい、定期的に続けていきたいなということで、うん、8月5日の月曜日にですね、うん、お昼が、ね、12時半会場、12時半コント会場で、お昼なんですね。そうそう、平日の昼っていうね、はいはい、年配の方が、あ逆に若い人は行きづらいんですけど、仕事したりとか、でも年配の人は、逆にね、平日の昼間が一番出やすいんで、出やすい、うん、ということで来たんですけど、はい、なんかもうまだ、ね、3ヶ月以上先なのに、はい、チケットなくなってきちゃって。なのでちょっと夜もやることになって、スイカ公園 で夜がですね、うん、5時半会場の6時半開演で2部で、まあ、同じ会場は同じなんです。2回公演なの。2回公演なの。すごいね、売れっ子みたいじゃん。ジャニーズみたいな。だからそれはちょっとねこう嬉しい誤算というか、うん、素晴らしいですね、はい、リーズナブルだし、そう1500円全席して1500円で、でもともとなんでこの、ね、こういうコンサートやることになったかというとですね、これ2人で大船ラドン温泉っていう健康センターでよく2人ジョイントライブみたいなコンサートでやってたんですね、はいはい、でその時のですねこう、まあ、2年ぶりぐらいでもうそのラドン温泉なくなっちゃったんですけど、うん、またやりたいねということで、うん、今回まあその温泉入れるぐらいの値段でやりましょうと、はい、まあ大体2000円3000円しちゃうじゃないですか、毎度、ね、安くても、はい、だからちょっと1500円ちょっと温泉入る、温泉ないけども温泉入りに来たぐらいのつもりで皆さん来ていただけたら嬉しいねということで、まあ、こんな感じに、はい、やらせていただきますので。素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひぜひいらしてみて、まあ、大体こんな感じで、じゃあこんな感じで、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、はいはい、じゃあですねすごく素敵な木の前にやってまいりました。3本目ですね、はい、はい、3本目、今回は、この日です。はい、また個性的ですね。個性的だねこれ、本当に枝ぶりがいいですね。枝ぶりが素晴らしいんですよ、今回この木は、もう先に言ってしまいますけどね、はい、Cの木、はい、スダジという木になるんですけども、うん、はいはい、まずこの木をまず観察するところからちょっと始めてみたいと思います、はい、ちょっといろいろと発見がありそうで面白そうですね、はいはい、じゃあまずは行ってみましょうか。はい、どうぞ。はい、はいはい、これはまあ、見た目が相当変わってますけど、すごいな。この木はこんな感じに毎回になるんですか。まあ、やっぱりこの比較的さっきの欅とかと違って、うん、途中から枝がどんどん生えてきてグネグネしていく木ですよね。これじゃあこの木の種類にしてはそんなに珍しい木ではない。あ、そういうことですね。こういうスタイルはこういうスタイル。こういうスタイルですね。よくほらこれまあCの木って、うん、外国でいうところのオークになるんですけども、はい、つまりロード・オブ・ザ・リングとか、ね、うん、そういうのに出てくるようなほら雰囲気ありますでしょ、うんうん、だから辺の木って結構やっぱイメージとしてもグネグネ曲がってるじゃないですか、うん、だからそもそもそういう種類の木っていうことですね、うん、すごい。これはでも特にこの公園でも僕いつも通るときに気になって見てたんですけども、うん、はいはい、こんなにね素敵な感じで枝ぶりが、うん、ほら普通公園ってよく剪定されたりしちゃうじゃないですか、うん、ちょっと伸びたり邪魔になると剪定されちゃうんですけども、うん、こうやって伸び伸び生やしていただいた、ね、残していただいたっていうのは、はいはい、素晴らしいなと思っていつも取り掛かってます。書きましたよ。はい、書きましたね。じゃあ、順番に見ていきましょうか。じゃあ石井ちゃんから参りましょうか。はい、はい、おお、どうぞ。はい、樹皮がこう今までの2種類と違ってこう割れせんべいのようにビカビカしている。本当ですね、うん、確かに確かに、ね、あと、まあ、ちょっと夕方になってきたっていうのもあるんですけど、うんうん、今までのよりこう暗い感じがしますと、葉っぱの裏表でちょっと色が違うなと思いました。
でツルツル。あとウロが ありましたよね。これはなんか結構多い。確かに、いくつかウロが穴が開いてるところですね。とあと枯れたのがそのままついて割と残ってるなっていう印象です。はい、はい、じゃあ、まあ、一気に塚山さんも見てみましょうか。はい、はい、僕もな金の表面なんですけど、この辺はねこうせんべいみたいに石井ちゃんが言ってるみたいになってるけど、若い枝ほどツルツルになってるなっていう。そうですね、この出たばっかりのところなんかもツルツルなんで、うん、全然違いますよね。先端の方行けば行くほどそのせんべい感がなくなってきてるなっていうと、あとなんかこの枝が横にもなんかいっぱい伸びてるなっていう、うんうん、伸びてる。さっきの一番最初の何でしたっけ、欅ですね、欅なんかはもうね、はい、完全にほうきのように上に、うんうん、上に行ったの。これはなんか横にもなんかこう、まあ、上にも行ってるんですけど、うんうん、なんか横の方向とかにもなんかどんどん自由に伸びてってるみたいな感じがあった。あとまあこれはまあこの上のと通じるんですけど、やっぱ表面にこのちょっとせんべいみたいになったりとかっていうのこう特徴があるのかなとちょっと思ったんで、うん、なるほどなるほど。はいはい、ということで、はい、まあ、大体やっぱ同じような観察点が出てきたなと思う。はい、順番にちょっといろいろ考えてみましょうか。はい、はい、じゃあ石井ちゃんのね、樹皮が割れせんべいのようだ。これ確かにおっしゃる通りですよね。はい、さっきの欅と比べても、次のそうそう何でしたっけ、次のは次の桜と比べても全然違う、うん、ね、ボコボコの、樹皮になってますね。うんうん、これって、まあ、いわゆるそのさっきの、まあ、あれだよね、更新し、そう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 、どんどん大きくなってくる。もう本当その通りなんですけども、でもやっぱりびっくりするのはこの千葉山さんのね、うん、若い枝ほどスベスベっていうのと比べて、うん、若い枝がねあんなに本当にスベスベなのに、うん、大きくなるとこんなにね、うん、割れるっていうのが不思議なんですよね。これはこの種類の特徴、うん、というよりも、まあ、確かにもう一個ほらクスノキとか、うん、そうですね、あるように照葉樹って言いましてですね、あとで出てくるんですけども、まあ、要は葉っぱがすごく、うん、分厚い系の、そのからすごく成長が遅い樹木、うん、あ、遅いの、そう、すごくこのシイノキは成長が遅いんですね。ゆっくり伸びていきます。うんうん、それにもまたちょっと理由があるんですけども、まあ、でもポイントとしてはですね、僕がすごい面白いのはこうやって、樹皮が割れていきますよね。それとさっき言ったようにそこにいろんな虫たちがどんどん入ってきて生活を始めます。大きなマンションみたいになりますよね。うん、で、さっきも言ったように栄養分が川の裏側にありますでしょう。うん、そうするとやっぱりいろんな動物たちとかが結局よくほら鹿が木の皮を食べるとかありますでしょう。うん、木の皮の裏側の栄養分を食べてるんですよ。そういうことなんだ。そういうことなんですよ。だからベリベリ剥がして鹿が食べてしまう、うん、まあ、あるいは動物、虫が食べてしまう、うん、でこういうことがあるのに対してどうしてわざわざこのね一番おいしい部分をね、そうそう、木の表面に持ってきて、うん、葉っぱが狙われやすい、そう、樹皮がどんどん割れていくところになっているのかっていうのが結構僕は疑問だったんだけど、うん、最近分かりました。はい、僕なりの意見なんですけども、樹木にとって最も重要なのは、立っていてそれで背を高く伸ばして太陽の光をつかむっていうところが一番重要なんですよね。うん、つまりさっきのほら桜の、ひこばえじゃないですけども立ってさえいれば太陽さえ当たるところにおればいくらでも再生ができる。うん、だから、樹木は成長点がこう、表面になるっていうのは成長点をもしもですね真ん中にしてしまって真ん中に栄養があるようにしてしまうと一番怖いのは虫たちがそこに入り込んでくるんですよ。そうすると一番芯になる部分を虫が食べてしまった時にもう樹木は立っていられなくなっちゃうんですよね。うん、だからあえて、表面に栄養を張り巡らしている。つまり多少栄養を分けてあげるから奥には入ってこないでねと、うん、いうことであえてその辺に配置しているところが逆にちょっとこう懐の深さを私は感じるなと思いましたね。それは明石です、僕ですですね。はい、なるほど。はい、うん、じゃあその、はい、木陰が暗い気がする。うん、これでは葉っぱをちょっと見てみたい。さっき葉っぱがねちょっとありました。これがありますね。はい、うん、ここにも落ちてる葉っぱがありますがこれちょっと見てみましょうか。はい、はい、スダジイの葉っぱなんですけども、暗いっていうのはさっきの桜の葉っぱとかと比べて、ね、ほら日に透かしても全然こう裏に光が通ってこないでしょう。うん、まあ、つまりすごくですね光を通さない分厚い葉っぱである。うん、
ということはやっぱりこの中にたくさん葉緑素が詰まっていて1年じゃ落ちないんですよ。常緑なの？常緑ということですね。1年、2年、3年経ってもこうなかなか葉っぱが落ちないぐらい中にたくさん葉緑素が詰まっている。あのしかもあのほらこの裏側に太陽の光を通さないってことは、はいはいはい、この下に生える木の成長も止めるんですよ。あ、なるほどなるほど、うん、さっきの桜とか欅とかだとあのどんどん太陽の光を通しちゃうから、うん、その下の木がどん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 太陽の光をもらって伸びちゃうでしょ。木とか雑草とかもね、いろいろ生えてくる。その周りは本当に何も、うん、ない感じですよね。そうですね。この公園は前もちろんね、たくさん人通りがあってあ、はいはいはい、どん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 踏まれちゃうからってこともあるんですけど、そもそもこのシイの木って成長が遅い。 なんで成長が遅いかっていうと、こういう分厚い葉っぱを作らなきゃいけないからなんですよ。簡単にはできない。最強の葉っぱだけど、うん、すごく作るのに時間がかかる。からシイの木は一生懸命こうね、ゆっくりゆっくり大気晩成で伸びていって、でいつしかあのその桜の木とかね、クヌギとか欅よりもどんどん大きくなっていって、で最後に一番この森を覆っていくんですよね。この、シイの木とか、それからクスノキとか、あの森の、 あの繊維っていうふうな言い方をするんですけども、繊維、繊維、まあ、移動するの意味の繊維です。あ、はいはいはい、ですね、うん、遷移していく森が例えば、80年とか90年とかそれぐらいまではクヌギとかコナラとかそういうものが森にたくさんあるんです。さっきの薄い葉っぱの木がたくさんあるんですけども、うん、はい、そこからさらにどんどん200年300年とかになっていくと、どんどんこういうシイの木クスノキが今度はあのどんどん伸びていきます。これ分厚いからね、まだ低木のうち、まだちっちゃいうちでも、はい、ちょっとの太陽の光でも暮らせるぐらい、うん、強いんです、強いんですよ、うん、はい。あの専門家の方々はですね、だいたい森を見たら、まあ、この森ができてからだいたい何年ぐらいかなっていうのは、うん、その生えている樹種によってわかる。あ、うん、なるほど、うん、まあ、当然その人間が伐採したりしてるともよくわかんないんですけども、うん、少なくとも、ね、その自然の状態で落葉樹が生えているのか、あるいはシイとかクスがね、うん、あのもうワンサが生えているのかっていうことですごいよくわかる。へえ、うん、なるほど。こういうふうにですね、あのほらテカテカしてこれコーティングしてますでしょ。でこの、テカテカしてる葉っぱのことを照葉、照る葉っぱといって照葉樹です、ね。なるほどなるほど。で照葉樹林っていうのがそのあのすごいもう、ね、年月がすごい経った森のことを照葉樹林と言うんですけどね。日本にはないの？そうなんですね。もうあの日本ではもうなかなかもうそのほら全ての森が伐採されてしまって、うん、一からもうあのねその落葉樹から始まった照葉樹に至って森が完成するっていう森はもう ほぼないみたいなんですね。だからそういう森が日本に残ったらすごい貴重であるということになってくるんですね。はい、うん、なんで色違うの？あ、それですよね。葉っぱの、そうそれ葉っぱの色が裏が違う。なんかちょっと黄色っぽくない？はい、ちょっと黄色っぽいんですよね。これ薄い黄色になってる。これ、はい、なんで色が違うか分かります？これよく見てみて観察してみると、ザラザラしてるね。ツルツルだ ね。表はツルツルの、ね、裏がザラザラしてる、うん、なんだろう、何なんですかね。なんでですか？はい、まあ、要はこれですね、あの裏にすごい細かい毛が生えてるんですよ。たくさんの毛が生えている。ちょっと黄色っぽい毛がね、うん、葉っぱの裏だけがびっしりついているということなんですね、はい、うん、細かい毛。そうですね、比較的葉っぱの裏側って、まあ、あの毛が生えていることが多いように思いますね。なんでかっていうと、つまりですね、表側はこれあの太陽の光にさらされますよね。でこれ光合成をするためにあるんですけども、はい、うん、やっぱりこうさんさんと当たると葉ってどんどんやっぱ弱っていくわけなんですよね。だから表がガチッとコーティングして、はい、まあ、これコーティングすることによって、これ一説なんですけど本当かわからないんですけど、あの葉の表面にほんの小さい空気の層ができてるんですって。それによって暑かろうが寒かろうが温度変化を少なくしてるんだそうです。本当かわからないんですけどね、あと、まあ、あのよく言うところの葉っぱにこれギザギザがありますでしょ、はいはいはい、このギザギザもじゃあ何であるかっていうと、まあ、一説によるとこの辺に流れてきてる空気の気流をギザギザが乱すんですね。うん、そうするとの、うん、乱した結果このやっぱり温度変化が少なくて済む葉の表面が、それによって葉を守っているっていう説があって、なるほどなと思うんですね、うん、であのこの子に半身しきりだなと。ここにここで光合成をします、はい、であの樹木って知ってますかね、あの夜は呼吸をするんですよね。光合成っていうのはあの、二酸化炭素を吸って酸素を吐く。小学校中学校で気候っていう、ね、こうあれが開いたりなんだりとか、そういうことですね。目みたいな
そう。その、夜になると呼吸をする気孔っていうのがこの葉っぱの裏側に主についてます。あ、この裏側で呼吸をしてる、まあ、遠い記憶がちょっとずつ蘇ってきます。理科理科。理科です。理科ですね。まあ、まあ、で葉っぱの裏側はね、やっぱり表に比べるとなんというかそのコーディングする必要もなくてですね、うん、コーディングしてない必要であるということはイコール、まあ、虫に食べられやすいんですね。あ、ちょっと表よりは食べやすい。あ、じゃあ裏からこう虫が食べる可能性があると。だいたい樹木でこういうふうに毛が生えてるっていうのは虫対策ですね。だいたいその大まかに言ってトゲが生えてたら動物対策、毛が生えたら虫対策っていうふうに言われてますから、はい、次ですね、ウロが多い。これ確かにそうですよね。さっきから見てると厚みもなんか穴が開いている、ね、うん、これは何、さっきのかさぶた失敗で、かさぶた失敗だと思われてはないんですよ、実は。あ、違うの、うん、違うんですね。つまり、うん、そうですね、かさぶた失敗といえば失敗なのかな。さっきのですね、うん、ほら最初の、まあ何と言ったらいいのか、枝ができるところを根元から切ってしまうと、その部分に何と言ったらいい、ほら枝打ちをするときにこう木の幹があって枝がありますよね。でこの枝のちょっとこういうふうに生えてるわけだから、こんなのがあってこういうふうに立ったりですよね、この中身は。そうそうそう、ね、まあその中身のですね、構造が、うん、構造の、まあその、まあ、細胞でもいいですね、うん、の構造がこういうふうに刺さってる、カチッとはめ込まれてる。でこれをここから木、まあ、落ちますよね。おそらくあの辺のそのウロになってる部分っていうのはわざわざこっちで剪定したもんじゃなくて腐って落ちたもんなんです。で腐って落ちるとどうなるかっていうと、当然このもう枝自体が腐ってますから、この中のこれも腐ってる。あ、なるほど、わかる、わかる。そう、この中のこれも腐ってるから、ここだけ落ちて最初はついてるんだけど、そっかそっか、腐ってるから、そう、中はどんどん腐っていって穴になっていく、はい、じゃ最後枯れた枝がそのまま残ってる。そうなんですよね。だからつまり普通は落ちるもの、普通は腐って落ちるもの、とこう番組ご覧になった方はね、ぜひですね、教えていただきたいですね。シンガさん、なんでこんなに葉っぱがゴミゴミついてるの、うん、っていうことは、はい、まあ、今回のじゃあ、柴田さんの方も、はい、このやつはね、大体ね、もう石井ちゃんと被ってるんで。そうか、そうか、ね、番組ご覧の皆様もぜひですね、こう近くの樹木をちょっとでもいいから何か観察をして興味を持ってで調べてみるとハマりますから、はい、ぜひともやってみてください、はい、じゃあとりあえず3本目、3本目、はい、でございました。はい、はいはい、じゃあ椎の木でした。はい、はい、ということでたくさん歩いて観察してまいりましたけども、はい、今回の番組はねとりあえず3本で、はい、いっぱい観察させていただきました、はい、うん、まずはちょっと感想をねという人にお伺いしようかなと思って、はい、柴山さんからどうぞ。はい、すごい楽しかったです。さようでございます。なんかね、上川さんにね、はい、いろいろこいつ大丈夫なのか的なこう、ね、目で見られながら、でもともとやっぱり観察したりとかそういう植物とか、はいはい、っていうのは結構まあ好きだったというか、まあ、性に合ってたんじゃないかなと。なんかでも、うん、樹木を観察してる姿がすごいねバッチリハマってましたからね。うん、だからこう僕は今まで出たテクテクテレビの番組史上を、はい、多分一番楽しめたかもしれないぐらいに楽しかった。それはありがとうございます。あんまりでも表情には出てなかったですけど、ね、あ、そうですか、うん、静かに楽しみ、淡々としてましたけど、はい、結構熱は感じましたけどね私は。はい、はい、しーちゃん。はい、まあ好きで樹木よく見ますけど、はい、お勉強した方に聞くと思ってたことの裏付けが多少なりともできたかなっていう感じがして、ちょっとまた楽しんでみようと思いますよ。はい、そうですね、裏付けができると面白いですよね、うん、はっきりと、はい、こんな感じです。ありがとうございました、はい、うん、そんな感じですね。まあ勉強するって言ってもなんというか樹木の名前を知るとかですね、そういうことよりもむしろ僕が面白いなと思ってるのは裏付けを取るっていうことなんですよね。どうしてこれこの形をしてるのかなとか、こういう割れ目があるのかなっていうことを自分なりにですね疑問を持って調べていって、まあ、それは、ね、どっかの学者さんがこう言ってるけどこの人はこう言ってるとかいろんなことを組み合わせて本当はこうなんじゃないかってね考えていく、
アジモコはじゃあこんな風に生きてるんだね、人間みたいだね、擬人化みたいにですね生きていくっていうのがすごく面白いなっていうのが、あの樹木の観察の本当に面白い点ですから、うん、皆さんぜひですね、近くの公園とかで、うん、時間のある時にゆったりとあの観察してみてください。はい、はい、うん、じゃあ本日はこんな感じで参りましたけども、はい、はいはい、告知してください、うん、じゃあ私の告知をさせていただきますね。はい、はい、今回のみたいな感じでですね、公園の中で、樹木の観察と観察会とそれからライブをします。はい、森の歌会っていうのがございましてですね、まあ、今度代々木公園ということでやるんですけども、うん、まあ、今回みたいにみんなで樹木の観察をしてああだこうだってお話をしたりですね、他にも自然体験プログラムをしながら、森に森でライブをするんですけども、スピーカーとか使わないんですね。あの生音でライブをします。それで森に あくまで似合う音楽をしようかと、うん、どんな音楽でも構わないんだけども、森に似合うように演奏してもらったりとか、あの森を通る人がね、あすごくいい雰囲気でライブしてるなと思ってもらえるようなイベント、当然聞く人もあの、ね、あのこう今回おいしいコーヒー出てきますから、アイスコーヒーとかね、あとおいしいクッキーとか出てきますから、そういうものをですね召し上がっていただきながらゆっくりとくつろいでいただくっていうですね、ライブを企画しております。うん、今回あの僕も出演しますけども、もう一人あの花枝ひじえくんっていうですね、あの稲城の方で、森ライブの有名な方なんですね。稲城の里山でですね、いろんな森ライブを企画しながら、自身もそういうエコ的なカフェを開いてですね活動していらっしゃる方、うん、彼が、グリーンワールドカフェからやってきます。グリーンワールドカフェであの美味しいと言われているアイスコーヒーを持ってですね、持参してきてくれますから、彼の音楽も彼のコーヒーもですねすごくあの魅力的だと思います。ぜひ、5月の19日、お昼からですね、はい、ぶらりといらしてみてください。はい、はい、お問い合わせを、お問い合わせ、はい、お問い合わせですね、あの、まあ、僕のブログとかですね、あの、まあ、僕のメールアドレスもあります。はい、あの、まあ、そうですね、検索、まあ、一応そのアドレスはですね、またあの、はい、そうですね、はい、まあ、アドレスはまたこのテロップで流れます。はい、わかりました。はい、ということで、はい、お気軽にですね何でも お伺いしますので、はい、聞いてみてください。はい、はい、じゃあ、明石樹木もくもくでした。はい、じゃあまたねー。またねー。